今回はフェアリーテイルのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。負けられねえ、俺は負けられねえんだよ。俺はフェアリーテイルの魔導士だ。ということで今回解説するのはフェアリーテイルの登場人物、ガジルレッドフォックスだぜ。鉄の滅竜魔導士ね。ということで解説していくぜ。ガジルレッドフォックス、フェアリーテイルの登場人物で、鉄の滅竜魔導士だぜ。初登場時は敵キャラでファントムロードに所属してたが、後にフェアリーテイルに加入したぜ。口が悪く、不愛想な性格だが、話が進むごとに仲間のために戦うことが増えていき、穏やかな性格になっていったぜ。名前の由来は鉄を食べる時の音であるガジガジからだぜ。最初は敵キャラとしての登場だったわね。騎士という特徴的な笑い方をするのも特徴だな。夏、ウェンディの二人は滅竜魔導士で相棒にエクシードがいるにもかかわらず、自分にはいないことを長い間根に持ってたぜ。それゆえに猫探しをしてる描写もあったぜ。だが、エドラス編でパンサーリリーを自分の猫にすることに決めたぜ。そして、リリーもフェアリーテイルに興味を持って加入したことで正式に相棒になったぜ。自分にエクシードがいないことを気にするのちょっと可愛いわね。自分の歌に自信があるのか、ことあるごとに弾き語りをしようとしてるぜ。だが、お世辞にも歌はうまいとは言えず、基本的に滑ってるぜ。初期の頃は乗り物に乗っても平気だったが、第二部からは乗り物酔いをするようになってしまったぜ。滅竜魔導士としての力が完全なものになると乗り物酔いを起こすようで、これは滅竜魔導士全員に当てはまるぜ。ウェンディも最初は平気だったのに乗り物に弱くなってたぜ。コブラ、ラクサスといった第二世代の滅竜魔導士も乗り物がダメみたいね。人付き合いはお世辞にもいい方ではないが、マカロフからはレイヴンテイルの二重スパイを任されており、定期的にマカロフに情報を流していたぜ。ただ、S 級魔導士選抜試験では当時は人望のなさもあって選ばれなかったぜ。まあ、ジュビアと違ってフェアリーテイル加入前に散々仲間を傷つけた上にギルドに加入しても基本的に不愛想だったからな。とはいえ、過去にやらかしたことは反省しており、フェアリーテイルに加入してからは仲間を傷つけるようなことはしておらず、ラクサスの攻撃からレビーを守ったこともあるぜ。今となっては過去に傷つけたレビーとは良好な関係を築いてるしね。ウェンディよりも先にフェアリーテイルに加入してるんだが、夏、ウェンディと比べるとやられてる描写が多く、二人に比べたら活躍がやや地味だぜ。一応、ガジルも敵の幹部格を倒すことはあるんだがな。また、夏、ウェンディ、スティング、ローグはドラゴンフォースになれるのに、彼はドラゴンフォースになってる描写がないのも不遇と言われてる一因だな。裏を返せばドラゴンフォースにならなくても安定した力を出せてるってことでもあるんだけどね。彼はかつてメタリカーナという鉄竜に育てられた過去があるぜ。彼が滅竜魔法を使えるのはこれが理由だぜ。だが、777年の7月7日に突如メタリカーナは姿を消したぜ。ちなみに夏の育ての親であるイグニール、ウェンディの育ての親であるグランディーネも同じ日に姿を消してるぜ。また、夏同様、フリードの術式である80歳を超える者の出入りを禁止するルールに引っかかっており、外に出れなくなってたぜ。メタリカーナがいなくなったことは彼なりに気にしてたみたいね。ちなみに評議員のベルノには気にかけられていたらしいな。ガジルはそんなベルノに思うところがあったようだが、ベルノはタルタロスに殺されてしまい、ガジルは涙を流していたぜ。タルタロスで評議員めっちゃ死んだわよね。ここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。よろしく頼むわ。レビーは初期の頃は見せしめにしてボコボコにしてたぜ。だが、バトルオブフェアリーテイル編からフラグが増え始めたぜ。ガジルはレビーがきっかけで大きく変わったようだな。S 級試験から本格的に関わるようになり、最終的に結ばれたぜ。地味にナツルー、グレジュビ、ジェライルを差し置いて、主要キャラのカップリングで最初にゴールインした組み合わせでもあるぜ。この二人の絡みも地味に人気よね。リリーとは良好な相棒関係であり、基本的に二人で行動してるぜ。ガジルが一方的に相棒宣言したがうまくいってるようだな。ちなみにリリーはガジルの義父という笑う癖が映ってたりするぜ。二人で修行してる描写も確認でき、二人の友情はなんだかんだで熱いことが伺えるな。また、リリーはガジルの内面や性格を理解してる描写がかなり多く、対等な関係を築いてることが伺えるな。ガジルは相棒ができた時めっちゃ喜んでたわね。ジュビアとはファントムロードの頃からの付き合いゆえに仲が良く、彼女からはガジルくんと呼ばれてるぜ。また、ジュビアからギルドメンバーともっと仲良くした方がいいと思うと言われた時も素直に聞き入れ、彼なりにフェアリーテイルの魔導士と仲良くしようとしてる様子が描かれてるぜ。また、ガジルもジュビアと気安く接してる様子が描かれており、仲がいいのがわかるな。この二人は友達として仲いいみたいね。夏とは犬猿の中で会うたびに喧嘩してるぜ。
だが、フェアリーテイルに入ってからは関係が軟化していき、共闘するぐらいには関係が改善されてるぜ。バトルオブフェアリーテイル編では共闘は一回きりとか言ってたが、エドラス編、大魔闘演武編、タルタロス編でも共闘してたりするぜ。なんだかんだで仲間とは思ってるみたいだけどね。マカロフのことは自分を救ってくれたことがあるからか、尊敬してるようだな。彼からレイヴンテイルの二重スパイの任務も引き受けてたぜ。ルーシーにはなぜか踊り子をさせることが多いな。ガジルが歌を歌うときは大概ルーシーに踊り子をやらせてるぜ。なんでルーシーに踊り子をやらせることにこだわってるのかしらね。ウェンディのことは同じ滅ユーマ同士として一目置いてるようで彼女の実力を認めてる描写が多いな。セイバープースのローグには尊敬されてるようでローグはガジルと戦うことにこだわってたぜ。ガジルの主な対人関係はこんな感じかしらね。ここからは彼の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。彼は鉄の滅ユーマ同士であり、高い攻撃力を誇るだけでなく、何よりも硬い防御力を有してるぜ。全身を鉄の鱗に変えることで体を鉄のコードに変え、攻撃力や防御力を上げるのを得意とするぜ。持ち前の怪力に加え威力が上がり、回し蹴りの風圧だけで壁にヒビを入れたほどだな。スレイヤー系の魔導士ゆえに該当する属性を食ってパワーアップすることもでき、ガジルは鉄を食って力を上げたり、回復することができるぜ。鉄を食ってる描写がちょいちょい書かれてるわよね。ちなみに特性上銅や銀といった非鉄金属も食べることができるが、魔法の材料にはならないぜ。体を鉄に変えることができ、実際かなりの防御力を誇るんだが、劇中ではガジルの鉄を貫通してくる敵がやたら多いぜ。基本的にガジルは自慢の防御力を貫通されてボコボコにされてる描写が多いため、いまいち硬いイメージがないぜ。なんなら夏やウェンディの方がよっぽどタフでガジルの不遇さに拍車をかけてるな。硬さが取り柄なのに簡単に貫通されるとはこれいかに。また、さっきも少し話したが、彼はドラゴンフォースを発動させた描写がなく、他の滅ユーマ同士と比べてやや格落ち感があるぜ。まあ、言うてもドラゴンフォース状態のローグを倒してるので、ガジルの戦闘力が決して他の滅ユーマ同士に劣るわけではないんだがな。また、ガジルはローグの影を食って強化したり、トラフザーの炭素を利用して強化するなど相手の力を奪って勝つパターンが多いぜ。他の滅ユーマ同士と比べてちょっと地味なのは否めないけど、フェアリーテイルの魔導士なだけあって活躍は多めね。鉄ユーコン。腕や足を鉄の棒に変えるぜ。分離しても使えるようで、フェアリーテイル本部をハリネズミにしたのもおそらくこれだな。ガジルの主力技の一つね。鉄ユーケン。腕や足を剣に変えて攻撃するぜ。鉄ユーコン同様ガジルの技の中でも使用頻度が高めだな。他にも鉄の槍に変形させる鉄ユー装なんてのもあるぜ。名前がかっこいいと思いました。鉄竜の方向。スレイヤー系魔導士おなじみのブレス攻撃だな。口から鉄の破片などを含んだ息を発して切り刻むぜ。普通に痛そう。鉄竜そう、鬼神。手を槍に変えて連続で突きを繰り出すぜ。鉄の槍ね。交流剣。微量の炭素で鉄を鋼に変え高度を上げた鉄竜剣だな。タルタロス編で披露された技だぜ。鉄から鋼になったのね。ゴーマ、鉄人剣。滅竜奥義であり、おそらくガジルの技の中でも最大級の威力を誇る技だな。両手を鋼鉄の剣に変化させ強烈な斬撃を放つぜ。だが、この技が決め技になることは少なく、どちらかというと広い攻撃範囲を利用した多数の敵を一気に殲滅する用途で使われることが多いぜ。滅竜奥義なだけあって強力な技ね。モード鉄英雄。大魔闘演武でローグの影の魔力をクリエイトした自身の属性にローグの影属性が融合した形態だな。発動すると白目に全身の皮膚が青黒く染まった凶悪な外見に変わるぜ。夏からも悪役っぽいと言われているほど人相が怖くなるぜ。自身の体を影と化すことで攻撃の無効化と高速移動が可能になるぜ。マジで見た目が怖いわね。鉄英雄の方向。口から鉄と影の入り混じった黒金のブレスを放つぜ。ガジルの能力の解説はこんな感じかしらね。ここからは彼の過去と活躍を話していくぜ。よろしく頼むわ。実は400年前の世界の住人だぜ。イグニールたち人間に組みする滅ユーマ同士がアクロノギアを倒すことを目的として混流の術を使い未来に行くためのよりしろとして選ばれたぜ。選ばれた理由は身寄りがなかったからだな。これは夏を除くドラゴンと関わりのある他の滅ユーマ同士も同様だぜ。どうやら、この時から夏と仲が悪かったらしく、しょっちゅう喧嘩してたようだな。エクリプスによって400年前からやってきたぜ。今も昔もあんま変わってなかったと。ちなみにローグにはこの頃から慕われていたようだな。
また、フリードの80歳以上は出られない術式に引っかかったのは2つの可能性が考えられるぜ。一つは400年前の人間だったからだな。普通に生きてたらガジルは400歳以上になるため、これが術式に適用されてしまった可能性だな。もう一つは体内にドラゴンがいたからだな。夏、ガジル、ウェンディ、スティング、ローグの体内にはドラゴンがいたぜ。流化を防ぐためにドラゴンが体内に入ってたんだったわね。メツユーマ同士は力を使いすぎると副作用で体が流化してしまうんだぜ。これを防ぐためにドラゴンがメツユーマ同士の体内に入って流化を抑えたわけだな。抑えられた流化はそれ以上進行することはなく、ドラゴンが体外から出ても流化することはないぜ。体内にドラゴンが封印されていたことでドラゴンに術式が引っかかってしまった可能性が高いぜ。ドラゴンなんだから余裕で80歳超えてるだろうしな。結局それっぽい理由は明かされたけど、具体的になんで術式に引っかかったかは明かされなかったわね。第3部ではフェアリーテイルが解散したことにより、レディーと共に評議員に入り、活動してたぜ。評議員にいた話である外伝漫画、ロードナイトでは主人公を務めてたぜ。だが、フェアリーテイルが再結集した後はフェアリーテイルに戻ったぜ。ちなみにガジルは評議員であることを理由にかなり好き勝手やってたらしく、評議員を辞めると知ったウォーロットは安堵していたぜ。てかガジルが評議員になったと聞いても仲間は誰も信じてなかったわよね。その後はスプリガン12の一人であるブラッドマンと戦うことになり、倒すことに成功したぜ。この時、レディをかばってブラッドマンと心中したように見えたが、結局死んでなかったぜ。まあ、フェアリーテイル恒例の死ぬ死ぬ詐欺だな。その後は夏、ウェンディ、ラクサス、コブラ、スティング、ローグと共にアクノロギアと戦うことになり、最終的に勝利したぜ。その後はレディと結ばれたことが明かされたぜ。これでガジルの解説は終わりね。総括すると彼は敵キャラだったが味方になったことでだいぶ印象が変わったぜ。フェアリーテイルの魔導士の中でも特に変化が大きいキャラだったな。そうね。ということでガジルレッドフォックスの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。